こうしたネットネタをパクパクつまみ食いするワイドショーがこれについて。この番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで、日本の正常化を目指しております。宮脇チャンネルかっこかり、ドドーンと始まります。2019年1月24日、また南国様が日本のネット民をニカニカニカ とさせてくれました。何かといえば、かねてより南国様は我らが自衛隊の哨戒機、これが南国の駆逐艦に向かって低空でやってきて、威嚇したから俺たちビビっちゃったなんてね、主張を繰り返しておりました。そしてついに俺たち、お前らの威嚇してきた証拠をドドーンと見せちゃうぞなんつってね、ずっと言ってたんで、日本のネット民は早くこの紙芝居始まんねえかなと楽しみに待っておりました。そしていよいよ南国様が公開するというので、哨戒機がグワーンとこう迫っていく映像でも出てくるのかなと思ってワクワクして待っていたところ、出ませんでした。なんでも南国様の説明によると、動画はねすっごい短かったの、短かったから出さないことにしたのだって。どこからどう突っ込んでいいかわからないというのはこのことで、そもそも動画が短いということは万が一にもありえないことですが、仮にどこかの平行宇宙があってね、パラレルワールドがあって、そこで我らが自衛隊の哨戒機がグワーンと襲ってきた、でもそれが動画で一瞬しか撮れなかったほど短い時間だったら、それ全然脅威じゃないじゃんっていう話。あるいはそんな一瞬でもビビったって言うんであれば、それ超絶チキン、韓国海軍というのは臆病者の集まりだと言っていることになるのではないでしょうか。またこれもそもそも論になるんですが、韓国海軍の駆逐艦、平たく言うと軍艦です。敵をやっつけるためにあるお船です。敵をやっつけに行くということは、当然自分もやられちゃうリスクを伴うので、軍艦というのは常にレーダーを飛ばして敵がいないかなと周囲を確認しながら進んでいくものならば、仮に我らが自衛隊の哨戒機が近くにやってきているのであれば、レーダーでピコーンピコーンというレーダーで気づいていなければおかしい。また船というのは必ず目視で確認しなければならない。こうした常識を踏まえた時に、撮影した動画短かったとかいうのは、これは無能の告白です。ピコーンピコーンというレーダーを確認せず、あるいはこう目視でも確認せず、そして突然やってきて焦って撮ったら短かったとかって、アホか。こうして我々日本のネット民がワクワクして待っていた動画は公開されませんでした。代わりに南国が公開したのは、ドドーンと静止画。まあ、各種レーダーのね、画像とかも一緒に出したから、ほれ、ほれ、ほれ、やっぱりやってんだぞ、なんつってね、おっしゃるわけです。そして南国様の関係者筋の話として、機械は嘘つかないんだよ、なんてね、おっしゃいます。だが、ちょっと待ってほしい。機械を使う人が嘘ついたら、機械も嘘つくんですよ。機械というのは、所詮道具です。その使う人がどう使うか次第。はい、こちらにね、あります。カターナ。このカターナで大根切ることもできます。ちなみに長いのもあります。でね、この長いのでだって、こうね、大根とかね、きゅうりとかこう切ることだってできるわけです。つまり機械が嘘をつかないというのは何の説明にもなっていない。それでも日本のネット民というのは素晴らしいなと思ったのが、南国が主張する我らが自衛隊の哨戒機による韓国駆逐艦低空飛行でのドカーンとかっていう話、もうアリエンティの話なのですが、南国の方が「フレフレフレ証拠画像だ!」ってね、出しました。それを即座に日本のネット民は確認を始めました。まあ、その公開された画像というのが水平線映ってないんで、低空飛行って言われてもその高さがわからないとは言いつつも、この飛行機の長さからこう縦にやっていくと、画像の切れたそのすぐ下が水平線ならば、ギリギリ60メートルとか、まあ韓国の方が主張するその高さにならなくもないかな
かなというぐらい無理筋なのですが、すかさず日本のネット民はこの画像に不思議なところがあると見つけてしまいます。もう1月24日の夜からネット界隈はざわわ、いやあるいは爆笑。こうしたネットネタをパクパクつまみ食いするワイドショーがこれについて、私の見る限り報道しない自由を行使してまるっと無視しております。週末に向けて報道されていくことになるかなという気はしますが、テレビがマスコミが報道しない自由を行使するということは、これはもうほぼほぼ答え合わせと見て間違いないでしょう。実に彼らは沈黙をもって雄弁に語ってくれます。このように南国というのは我々日本のネット民に笑顔を届けてくれ、そしてマスコミというものがどういう連中なのか、いやどういう人なのかということを教えてくれております。そして浮かび上がるのがオス工作員、あるいはオスデュープスたちなんですが、先日も取り上げた国際政治学者の三浦瑠麗さんのように、あんまり南国を追い詰めると中国様の方に行っちゃうからダメダメなんてねおっしゃる方もおります。もちろんその警戒というのはしておかなければならないのですが、ただ今の状況を見てみると、この中国様というのはアメリカをファーストのトランプさんにとっちめられてて、というよりは中国様はあのファーウェイとかで世界中から締め出しを食らって、また人権問題にしても世界中の人たちがやんばいことになっているとみんな知るところになっちゃったので、今中国様はてめえのことで精一杯。そして今回南国がやっていることというのは、友軍に対するロックオンで、こんなの世界中どこの国だって認めるわけがない、つまりそこに正義がない、そんな南国様を今中国様が助けるメリットがナッシング。もちろんいたずらに追い込むことに私は賛成はしませんが、嘘をつき嘘画像を公開する、そんな南国様には叱るべき反論をし、叱るべき手段で抗議をしなければならないと私は考えます。その一方、今我々にできることは何か、それはオス工作員たちをチェックすることです。さすがに嘘の百裂拳状態に入りつつある南国、これをかばうのは無理があって、その無理が工作員たちの正体をポロリしている。なんでね、うっかりテレビとかネットを見てるとこの状態になります。オス工作員。この方は日頃からまあこんな人たちなんで、何を今更という気もしますが、確認のために紹介しておきます。小説家の中澤圭さん。中澤さんは日本の哨戒機が近づいてきたという韓国の主張を紹介する記事を引用してこうツイートします。これが本当ならマジで露強行事件になりかねない。軍部の暴走、朝鮮半島は朝鮮戦争終結に向け不安定な状態なのだから、インシデントがちょっとしたことで重大事案になる場合もある。一体日本政府は何をやっているんだ。だって露強行事件を持ち出して軍部の暴走とおっしゃいますが、それならば韓国様に言うことでしょう。中澤圭さんには残念ながら、我らが自衛隊は正常に起動しております。おかしなことをね言っているのはあちら。そして朝鮮半島が不安定だからといって友軍に向けてロックオンしていいなんていう理屈は一切ございません、中澤圭さん。さらにアメリカの方に行くとこんなになっちゃうかもしれない。著述家の菅野保さんはフジテレビのプライムニュースで、これら韓国関係の本を何冊も出されているとても韓国にお詳しい黒田勝弘さんの解説に向かってこう攻撃をします。地上波夕方のニュース番組で平気でこんなフリップを出す異常さ、主語が韓国人やで、もう完全にレイシズム。フジテレビってさ、この異常さに気づく人誰もおらんかったの、なんなのこれ、どこまで愚劣になれば気が済むの。だってフジテレビの番組の中で黒田勝弘さんが指摘したのは韓国人の交渉術というもの、3つの特徴を挙げています。まず1つ目、強い言葉で威圧する。続けて2つ目、周囲にアピール。そして3つ目が
論点ずらし。さすが黒田さん、お見事。というのは、今この録音レーダー照射事件で南国様がやっていることはまさにこの3つ。強い言葉で威圧して周囲にアピールして、そして論点をずらす。つまりは大正解。レイシズム、つまり人種差別だとかね、おっしゃいますが、現状分析だったら差別になりません。著述家の菅野保さんがおっしゃるような、韓国人全体を言い表すとはレイシストだ、人種差別だとかね、いう人がいるんですが、確かに一般論としてそういうロジックは成り立つかのように見えます。例えばそれを個々人の個性とか特質に関するものをその国全体で表してしまうことっていうのは、いささか議論は乱暴です。しかし私の認識が正しければ、いまだに南国というのは民主主義国家のはず。そして民主主義国家における軍隊というのは文民統制、シビリアンコントロールの下に置かれているはずだとするならば、この録音事件についての国防省、韓国政府、そしてムン・ジェイン大統領の態度、やり方、これらに南国の国民が異議を申し立てない、批判をしていない、むしろ現地の世論調査によると、青瓦台というね、韓国大統領府を支持しているという声が大きいとか。そうすると今南国が取っている態度、すなわち黒田勝弘さんが指摘した韓国人の交渉術、強い言葉で威圧、周囲にアピール、論点をずらすというのは、まあまあ一般論における韓国人と指すことは何ら問題はないと私は考えます。そして面白いのが、この著述家さんのツイートを見ていくと、まず差別だって騒いで、次にフジテレビの番組について BPO に通報だとね騒いでいて、そしてそもそも韓国人全体言うんじゃねえよとかっつってね、見事に威圧して周囲に言いふらして、そして論点をずらしている。実に面白い。国内にいるオス工作員たちというのは次々と追い詰められているようで、もはや良いことと悪いことの区別がつかなくなってきております。1月24日の TBS の夕方のニュース N スタの中で、今なんで南国軍というのはこんなことになっちゃってるんだろうということをお詳しい方に聞いてみましたとして、3人の方に話を聞いていました。もうすっかりこんな人たちの方に行ってしまったと言われる竹貞秀志さん、この方はさすがに今回は分が悪いと、なんか一瞬で、ね、正気に戻ったのかなと思うコメントを寄せておりました。ところがこんな人たちと名高い共同通信の平井久志さん、この方の見解は なんと軍が勝手にやった、つまり韓国軍が勝手にロックオンとかやっちゃったんだよ。同じく共同通信の岩村和也さん、この方は背取りを日本に見られたくなかったんだよ、北朝鮮を刺激したくない、だってどっちもあかんやつやん。共同通信の平井さんが言うように、軍が勝手にやったんだったら文民統制、シビリアンコントロールが効いてないということで、これいつクーデターが起こってもおかしくないヤンバイ案件ならば、日本の報道機関であるならば、日本国民に今ね、韓国に行ったらヤンバイですよと注意喚起しなければならないという立場でしょう。また同じく共同の岩村さん、今みんなでね、北朝鮮による経済制裁を生かすためにもう世界中で監視活動をしているわけですよ。つまり韓国が経済制裁破りをしているならば、日本の国益のための報道機関であるならば、韓国ダメとね叱るぐらいの立場じゃなければならないはずでしょう、共同通信の岩村和也さん。ちなみに1月23日のロイターでは、韓国が北朝鮮に不正にいろんなものを送っていると報じておりました。もう共同通信さんというのはやはりオス工作員という疑惑が、これまた確信に変わりつつある今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。それでは最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
部晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤が言う。あの病気だってあなたに会えたから。